残光の処理星ヶ丘時代残光を見て感あり料理人一同に留意を促すゆえんを述べたことがある料理を出してお客のところから残ってきたものを他ではどんな風に始末しているか私は知らない私ならその残光をお客が全然手をつけなかったもの つけててももまだたくさんのっているもの刺身は刺身焼き魚は焼き魚というふうに整理して区分けしこれを活かすことを考えるこういうことは以前からしばしばみんなに話はしたもののおっくうがあって実現された試しがなかった昔の料理人というのは安っぽい人間が実に多くて。 残酷の処理などといえばいかにもケチな話のように聞き真剣には耳を貸さないようであった米一粒でさえ用を全うしないで捨て去ってしまうのはもったいないスズメにやるとか魚にやるとかのりをこしらえるとか工夫するのも料理人の心がくべきことだと思うそんなことを言うのは 人間が古いと感ずるいい。とずらし一晩の飯でも意味なく捨て去ってしまうことは許されないようあるものはことごとくそのようを使い果たすところに天命があるのだと思う昨夜も遅くまで来客があった当然残光が出たわけだが今朝ひょいとご見た目をのぞくと。 堀川ごぼうその他がそっくりそのまま捨ててあるせっかく苦心してうまくこしらえた高級野菜である大抵の魚よりはよほど珍しく珍重するに値する京都ごぼうが捨て去られてしまっている女中に注意深い者でもいればこんなことはしなかったであろうに料理人たる者いかに若いとはいえ ここのようなななとに無頓着であってはならない「堀川ごぼうというものは茶味がありガミがあるその上口の中にかすが残らないという特徴を持っている」「見かけが素人好みの美しさでないためにお客によってはどんなにうまいものか知らないで手をつけない場合もある」 一旦客席に出されたものとはいいまるっきり手をつけないまんま捨て去ったりしないで後から賞味するくらいの道楽着があってほしいものだ残光には見るに忍びないほど痛められてくるものもあるが多数の来客のある忙しい日になると全然手のつかないものも多くなってくるもし料理人に心があったらたとえ ごぼうの一片にしてもうまく処理して全く別の珍味として食べることを考えるべきだろう。残らず捨て去ってしまったり珍味だということを何にも知らないやからにむしゃむしゃ食べさせてしまうのはもったいない限りである。アマダイの骨一つにしても犬にやるとか残飯を星しいにするとか方法はいくらもあろう。 料理人はせっかく手がけたものが十分食べられなかったり手がつけられなかったりした場合はもういっぺんこれを生かして自分たちの味覚研究として試食するくらいの起点がなくてはならない。経済的に言ってももとよりの話であるが料理人は料理で見過ぎをする人間だ。いい材料を使って 手塩にかけたものが客の腹加減から用を足さないで戻ってきた場合またもう一度これを生かす工夫に心して自分たちの同僚のもので試食研修してみるくらいの興味を持たなくては失格である。料理人は料理で金賞な金を得る生活よりもひたすら料理に興味を持ち続けることの方が幸福ではなかろうか。 繁忙の時でなければ残光の姿は見えない。残高が姿を出すような忙しい時は料理人は疲労した上残高の整理など大変だと事務的に考えがちのものだが生かさずには折れないという木一本の心根が欲しい。好きの道だからこそここが大切なのだ。 心の底から料理が好きという人間ならこれくらいのことは良識良心の良情で実行できるものである残光の活用は私のいささか得意とするところであるためだろうくどくどと言うが諸君の中には家庭を持った人もいる残光の揚げ物はぜひ二三片でもいい家に持って帰れば 家族がどんななに喜ぶか知れない。甘鯛の大きな照り焼きの残ったものなどナッパや豆腐と一緒に煮て食べるといったように一家を楽園にする道もある。なるほどと徳心がゆけば常に残高の係などの責任者を作り真剣に与えられた材料を何とか生かしてほしい。 物の働きがあるうちは十分働かせその効用をせいぜい能率的にこの世に残してゆく。料理人に限らずこのことは人生に処する人間の心がけでなくてはならないと思う。またこういうところから料理の発明も発見も生ずるのである。